はい、こんにちは。今日はですね、ご質問ね、いただいております。今日はですね、筋手段手動画とですね、筋トレ双方からのですね、質問のようなね、形でございますね。本日のですね、ご質問ですけれども、早速ご紹介していきたいと思います。ゆうた無限大さんからのですね、ご質問でございまして、はじめまして、サロメチャンネルさんの時から拝見させていただいていたものです。筋トレ、ランニングに興味があり、楽しく見させていただいております。しかし私の現状として平日は仕事に追われなかなか実行できておりません。そしてサロメチャンネルさんの以前の動画でおっしゃっておられた毎日酒を飲んではいけないアル中タイプです。最近になりなんとか週1の休肝日を設けることができるようになりました。しかしながら休日も前日の酒が残っていて昼まで寝てしまってなかなかトレーニングを実行するのが難しい状況であります。31歳で身長170センチ体重49から50キロで筋肉はほぼなく特段腹が出ているわけではありませんが最近体調が悪く酒の飲みすぎか常に胃が痛いです。男子は興味があるのですがおそらく無理であろうと思われます。特別にどういった体型を目指しているというわけではありませんが年齢を重ねても太りたくない希望はあります。しかし大した知識もなく身長に対して適正な体重、BMI、筋量なども把握できていません。スポーツ歴は高校時代陸上の短距離をやっておりました。30歳を超え今後健康的に過ごしていきたいと思いどんなことから始めていけばいいのか分からず相談しています。よければ何かアドバイスをよろしくお願いいたします。男子動産チャンネル登録させていただきます。長文失礼いたしましたというようなですねご質問でございますね。この質問の中でですね、一番のですねこれ近道はですねやはりねお酒を飲まないことなんですよね。ただねそうもいかないということで迷っておられるんですよね。このゆうたさんの場合はね、そうもいかないということなんですよね。非常にね年齢もまだね31歳ということでお若いんで非常にわかりますね。男子はできないであろうということなんでね。ただねこの週1の休肝日をですね必ず設けることができるようになったっていうのがですね非常に大きな進歩といいますかね、かなり大きいんじゃないでしょうかね。そういったことができているんで、断酒まで行かなくてもですね、摂取あたりでですね、禁酒の前に摂取あたりのパターンでですね、行けるのではないかなと思いますね。で、この文明の中で一番ですね、私が気になっているのがですね、最近体調が悪くてね、酒の飲みすぎか常に胃が痛いということなんですよね。ですので、もともとですね、体重かなりね、軽い方なんでね、おつまみなんか全然食べないでお酒だけひたすら飲むタイプなんじゃないかなと思うんですけれどもね。アルコールのですね飲みすぎによってですね、今ですね軽い胃に炎症が起きているような状況ですから、これがですね発展してしまいますとね胃潰瘍になったりですね、最悪は胃がんにねなるようなリスクがですね非常に高いですのでね、ここは非常に注意ですね。ですのでね、アルコール依存症のレベルでもですね、相当な軽微なものなんでね、摂取という形でも全然いけそうなんで、これですね、なんとかですね、対応策といたしましてはね、週に1回の休肝日をなるべくですね、もう1日ぐらいですね、週に2日ですね、休肝日を設けて、その辺からですね、スタートしていただければというところなんですかね。それかね、まずはちょっと心配なんでね、この胃炎がですね、胃が痛い、その症状が収まるまではですね、ちょっとですね、お酒をですね、控えた方がいいかもしれないですね。禁酒レベルではなくてね、摂取よというようなレベルでですね、ちょっと控えていただいて、で、胃が、痛いのが収まって、治ったんであればですね、摂取という形で、週にですね、なるべくはね、飲まない方がいいんですけれども、休肝日をですね、1日ではなくもう1日ですね、2日、最低2日ですね入れていただいて、で取り組んでいただくということですね。それで
肝心なですね筋トレの方もですね前日の酒が残っちゃっててですね、まあ、昼まで寝てしまってトレーニングができないというような状況なんで、これもですね、まあ、非常に厳しいところなんでね、週にですね、まあ、最低1回ですね、はですね休肝日の時にですね筋トレをしていただくんですけれども、その前日はですね、まあね教科書的な回答になっちゃって申し訳ないんですけれども、まあちょっと量を控えていただいてですね、残らない程度に飲んでいただいて、で筋トレをしていただくというようなねことしかねないのかなと。まあとにかくねこの胃が痛いものをねまずはちょっとお酒を休んでいただいてね、この胃炎をですねまず解消していただくというのがですね先決なのではないかなと思いますね。まあ、あとですねこの BMI 等のですね筋量とかですね、まあ、そういった適正なですね、体重等が把握できていないということなんですけれども、これはですね本当に、BMI というこの計算の仕方がね健康診断人間ドック等でもね採用されておりますけれども、もう私はですねこれあんまりね BMI って当てになんないと思ってますね。まあ、これ筋トレやってる方特にねそう感じていると思うんですけれども、まあ、私のようなですね、まあ、細マッチョにもね達していないような筋量ですらですねこれ BMI で計算してしまいますと本当に肥満の一歩手前ぐらいのですね数値になっちゃうんでね、あんまり当てにはなんないですよね。ただですね、まあ、170センチで49キロか50キロっていうのはですね、まあ、いずれにしてもちょっとね軽いかなと思いますね。ですのでやはりですねこの週に1回から2回のですねお酒を抜いていただいて筋トレをしていただくと、それでですねちょっと栄養関係もちょっと見直していただきまして、筋量をですね、まあ、あと5キロぐらいね増やしてもいいのかなというような気がします。ですので、まあ、体重としては60キロぐらいはねあっても全然、ね、筋肉で筋トレやって増やしていけばですね腹が出ちゃうっていうことありませんからね、60くらいあってもいいと思いますね。それ以上のなんかマッチョ的にはなりたくないような感じなんでね、そんな感じでちょっと食事をですね、見直していただいて、お酒をちょっとね休んでいただいて、休肝日を週に2日ですね以上できればね以上ですね、最低2日取っていただいてっていうようなところでですね、筋トレをしていただくというようなことでですね頑張っていただければと思いますね。でこれが もしもねどうしてもできねえよというようなことであれば、それはですねやはりアルコールにかなり依存しているという症状ですので、やはりですね禁酒か断酒か、まあ、そういった選択肢になってくるのかなと思いますんでね、まあ、その辺をですねやはり天秤にうまくかけながらですね、まあ、判断していただいて、まあ、自分のですねまあ、健康を維持していただくような形をとっていただくのが一番の方策なのではないかなと思います。まあ、そういったことでですね本日の動画はね以上になります。またですね私にご質問等ございましたらね何でも結構でございます。お気軽にですねコメントいただければ一生懸命ですね回答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。